神棚の話。はい、皆さんこんにちは。一般社団法人宮大教育塾の金田です。今日はですね、神棚を設置するときに方角とか、まあ、高さとかお祭りする場所ですよね。場所についてどういった場所がいいのかですね、よくご質問いただきますので解説していきたいと思います。昔は神棚を中心というか神様を中心としてお家の設計がですねされることが多かったんですけども、今はですねどちらかというと、居住性とか、まあ、生活のしやすさの方を中心として、まあ、設計されることが多くてですね、まあ、その中には神棚を考慮した建物っていうのは、まあ、非常に少ないっていうのが現状です、はい、でその中で神棚をお祭りしていく要素っていうのをね今日はちょっとお話ししていきたいと思います。方角ですね、まあ、これはね、まあ、神社に習って大体することが多いんですけども、まあ神社ってね南向きとか東向きの神社が多いので、まあ、それに習ってまあ、一番はやっぱりね南向きが一番いいんじゃないかなと思います。だから北面の壁に神棚を設置するっていうことですね、はい、とかあとは西面の壁につけて東向きになるようにするとかですね、はい、これがですねまあ最も、まあ、スタンダードな神棚の、方角ですよね、はい。じゃあその両方ない場合どうしたらいいんだって言ったら、まあ消去法でじゃあ次は東面の壁に西向きでつけましょうとか、はい、できれば北向きっていうのがちょっと避けたいっていうことなんですよね。でも仕方がないとねもうそこしかないんで、打開策としては北面なんだけどもちょっと斜めにつけるとかね、角の方に持ってて斜めにつけるとか、まあ、そういった対処法はあるんですけども、なるだけ南面につけて北向きは避けたいっていうのがあります。これなぜかというとね、まあ住宅をね設計する上でもそうなんですけども、リビングは南側へとか言うじゃないですか、あれは要は日の当たりがいいからですよね、はい、そこが本当にこう人が集まりやすいような空間になりますので、まあ、適切だろうということなんです、はい、その逆北向きはどうだって言ったらですね、大体今の住宅の設計とかでは北向きの方に水回りとかをねトイレとか、まあ、暖炉とか、まあ、そういったものを持ってくる、まあ、部屋を持っていくのもありますけども、まあ差し支えないような部屋を持っていくっていうのが北側の部屋ですよね、はい、なのであんまり北側で日が当たりにくいのでやっぱりこうあんまりこういい感じがしないじゃないですか、はい、なのでまあ北向きは避けましょうねっていうふうに言ってるんです、はい、ただしですねその家において北向きが本当にこう人が集まってベストな位置だっていうことであれば別に北向きでも構わないと思います、はい、要は神様っていうのは、お祭りされてなんぼなんですよ。形だけあっても意味がないんですよね。それはただのお飾りなんですよね、うん、きちっと神様を祀ってあげないと神様も喜んでくれないので、神棚をこう設置する場所っていうのはやっぱり人がね集まるような賑やかな場所がまあいいんじゃないかなというふうなことです、はい、次はですねこの神棚の位置がまあ決まりました。でここの面につけたいですよと、はい、まあそのリビングの、北面南向きのところが見つかりました、まあ、最高ですね、はい、でここの高さじゃあどうしましょうと、ね、一般的に言われているのは人間の目の高さよりもちょっと高くしてあげるってことですね。高すぎるとね次ね問題があるのがお供え物をね交換しづらいんですよね、はい、ということになるのでお祭りをね定期的にやっぱしていこうと思えばある程度の高さ、まあ地上からまあ 1.8 メートルとか今 1.7 メートルか 1.8 メートルぐらいがまあまあ一番ベストかなと思います。もうちょっと高くしたい方はねしてもいいと思うんですけども、その場合はですね近くに三脚を置くとかですね、もしくはその神棚のちょっと下あたりにまあお供えするスペースを作ったりとか、まあそういった方法もありかもしれません、はい、でまあ高さはこれでだいたい決まりましたね。でどうしても壁につけれない賃貸で大家さんの許可が下りなくて、壁につけちゃいけませんよというふうに言われたのでっていう方の場合はそういうロッカーとかですね、まあ、そういったものの上にお祭りするってこともまあ仕方がない範囲の中ではあると思います、はい、
で、その中でもどうしても目線よりも低くなってしまうっていう時はですね、それはもう仕方がありませんので、ね、通常は目線よりも近く下、下になっちゃいますけども、お参りをする際に、まあ、座礼って言って、座りながらお参りをするとか、もしくは、ちょっとかがんで、ね、御扉の真ん中よりもちょっと下がるぐらいの目線にして、お参りすると。いうふうな形もね、まあ、最悪は、まあ、それでも、ね、要は、お祭りをするってことがね、大切だってことを、まあ、覚えてください。はい。その他にですね、その、神棚の周りにテレビを置いたりだとか、なんか騒がしいとかですね、神棚の下に人が通るとかですね、そういったことは、なるだけ避けたいですね。はい。それと、神棚の、ちょうど、後ろ側に、そういう、トイレとかですね、そういったこう汚れるようなものがあるようなものとか、水とかですね、水回りがあるとあんまり良くないので、まあそこはちょっとなるだけ避けて、設置する位置を決めていきたいところではあります。はい。そして今日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。